エスカーロジーのアトリエ、黄昏の空の錬金術師をプレイしてくれた皆様、ゲームクリアおめでとうございます。<laughs> はいえー、コルランド役の藤沼健人です。えつい先ほど、えー、収録の方が終わりました。スタッフの皆様にはなかなかご迷惑をおかけしてしまったかなと思います。<laughs> こんな調子で本番中も結構噛んでいました。劇中のコルランドですけども なかなか自分にとって理想のおっさんだったので,ですね部下からも慕われて支部の有能なトップということで自分もあと20年ぐらいしたらこんな大人になれているといいなと思いつつこの仕事をさせていただきましたそうですね自分もちょっとサボり癖があったりするのでそういう時はコルランドに叱ってもらってこれからも前進していきたいと思いますでは皆様引き続き エスカロジーのアトリエをお楽しみください。ありがとうございました。